10月9日に結成9周年を迎え、10年目の扉を開いた M48。 世代交代が新宗か、新たに研究生から5人が正規目Uber へと昇格した。うち3人が11月6日に発売された新グルの選抜メンバー、2人が次世代ユニットメンバーに選ばれるなど、即戦力として期待されている。今回はそんなフレッシュでありながら、すでに個性が色濃く発揮されている5人の魅力に改めて迫る。アステリスク、今回は先日正規メンバーへの昇格を果たした5人に来ていただきました。まずはお一人ずつ自己紹介からどうぞ。太田チーム N に昇格しましたり、いちゃんこと太田リオーナです。私はずっとチーズが苦手だったんですけど、今日コンビニで売っているチキンにチーズをかけて温めて溶かして食べたら美味しかったんですよ。なので、今後、いろんなものにチーズをかけて温めるのをシリーズ化していこうかなと思いました。いきなり突拍子もない自己紹介で始まりましたね。その様子は今、こう SNS などで、太田へ、そう、言う予定はありません。自分の中だけでやります、翔、泉、チーム N に昇格しましたアーノン、こと泉彩乃です。私はこれといい、他特技がないので今探し中です。泉さんの公式プロフィールには特技、ダンス、指、遊びと書かれていますが、何指遊びって何？初めて文、いた。洗礼エヴァ、両手の指をくっつけて、中指と薬指をこうやって、とげん、いながら指遊びを披露する。めっちゃ地味ですね。これと次の。デージ地味だし。雑誌のインタビューでも紹介しづら。いです。泉確かに、翔。